アウストラロピテクスは、哺乳類霊長目ヒとかの絶滅した族であり、化石人類の一群である。アフリカで生まれた初期の人類であり、約400万年前から約200万年前に生存していたとされる、いわゆる華ャ,ャ型のエンジンである。頑丈型のエンジンは、以前はアウストラロピテクスに含めていたが、最近ではパラントロプスに分類することが多い。 身長は 120cm 台から 140cm 台くらいで、農業石は原生人類の約35%の 500ml 程度であり、チンパンジーとほとんど変わらないが、骨格から二足歩行で直立して歩く能力を持つと考えられている。石器はほとんど作っていないと考えられているが、最後期の種では原始的な石器を使っていたと考えられている。かつては、 エンジンと呼ばれた。アフリカ大陸の東部、南部のサバンナ、ソリンや、干木のある草原の環境に適し、食料は植物質を中心に、小動物の狩猟、肉食獣の食べ残しをあさり、動物質を補充していた。1924年11月、南アフリカに住んでいた解剖学者、レーモンド・ダートが、スターク・フォンテインの洞窟で、 人間とも猿ともつかない動物の頭蓋骨を発見し、前かが右耳に直立二足歩行していた人類の祖先のものであると考えて南の猿という意味のアウストラロピテクスアフリカノスを1925年に学術雑誌ネーチャーに発表した。人間と猿の中間のような生物が人類の祖先と主張されたことが創造論者に大きな衝撃を与え、 発見者のダートの下には、お前は、地獄の豪華で焼かれる、お前はそのおぞましい化け物を、自分の子として持つであろうといった脅迫が数多く、寄せられた。アフリカの初期アウストラロピテクスの化石の発見場所の、地図1974年11月24日、エチオピアのアワッシュカワシモ流域で、アファレンシスの有名な個体、ルーシーが発見される。 ルーシーという名前は、ビートルズの楽曲、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズにちなんで付けられた。2000年12月、エチオピアの北東部で、約330万年前と思われる、アファレンシスの約3歳の女児のほぼ完全な頭骨を含む全身化石が発見され、2006年9月に発表された。愛称は、ルーシーの赤ちゃん。ほぼ古いものから新しいものへ。 また、以下の種をアウストラロピテクスに含める説がある。ありがとうございます。